セーヌ川に浮かぶアジール・フロッタン。アジール・フロッタンは、ルコル・ビュジエが設計したフランス、パリ市内のセーヌ川に浮かぶコンクリート船、ルイーズ・カトリーヌの通名。1929年設計竣工。アジール・フロッタンは、もともとは、石炭運搬船、リエージュとして1915年に建造された。その後同船は、ルイーズ・カトリーヌ・ブレスラウのパートナーで、 彼女の遺産を受け継いだマドレーヌ・ジルハルトの提案により、救世軍による戦争難民への支援プロジェクトの一環として、当時第一次世界大戦の影響で、パリ市内に多くいた戦争難民を収容するための難民避難船、ルイーズ・カトリーヌとして改修された。その後、世界恐慌や第二次世界大戦による難民を多く受け入れ、子供たちの夏のイベントなどにも活用されてきた。 1990年頃にはその役割を果たし、西ヌ川に係留されていた。2006年には、旧西軍から船を譲り受けた有志により、文化財として残すための修復が始まる。2008年には、修復に協力していた日本人建築家、遠藤周平により修復工事のためのシェルターがデザインされた。その後は、経済不況もあり、 近年まで細々と修復工事が進められていた。2015年には歴史的コンクリート構造物として文化財指定を受ける。2017年には内部の整理も進み、日本人建築展を行う企画が進められてきた。2018年2月のセーヌ川増水により水面下に消えてしまう。2020年10月19日に浮上工事が完了する。 黄色いベスト運動やコロナウイルス蔓延の影響などがあり、2年10ヶ月の時間を要する。今後はコンクリートなどの補修を行い、コルビュジエのオリジナルデザインに復元する工事を行う予定となっている。アジールフロッタンは建築構造として水平連続窓などコルビュジエが提唱した近代建築の5原則の一部が使用されている。ありがとうございます。